野島 T リーグ3年目ラブオール、ビクトリーマッチで勝つことができてすごく嬉しいです。ビクトリーに臨まれるときはどういったお気持ち？今シーズン初出場だったのでビクトリーは緊張したんですけど、いいプレーができたのですごく自信になりました。もうスタートダッシュが大事だなっていうふうに思っていたので、いいスタートが切れたのでやっぱ勝てだと思うので、やっぱり1ゲームなので本当にスタートを大事にしなきゃいけないなって改めて感じました。木下アビエルファンの皆さん、明日がレギュラーシーズン最終戦になります。みんなチーム一丸となって頑張りますので、最後まで応援よろしくお願いします。では今日の試合ハイライトで振り返りたいと思います。その今森本さんからお話がありました。何と言いましても第一マッチですね、はい、第一マッチはトップ名古屋ペアがですね、しっかりと戦術を組み立てて、チキータ、長崎選手のチキータ、浜本選手のレシーブを甘くさせたところが非常に良かったと思いますね、はい、そこで先に攻めることができて、安藤選手のスマッシュに結びつくことができたので、非常にいい形で取れたと思うんですね。これが2対0ゲームカウント、ストレートでトップ名古屋が勝利するということになりました。この第一マッチをストレートで2対0で第2マッチを迎えるというのはトップ名古屋としては最高の雰囲気、はい、ただその流れを止めたのはやはりエースの石川佳純でした、はい、そうですね、久しぶりの井出沢選手の出場だったんですけれども、最初しっかり思い切ってですねプレーしていましたけれども、やはり少し、ミスをしてしまったり、あとそこを石川選手が攻め切ったというところですよね。ボールの変化をうまく対応できた石川選手というところ、試合のうまさが光ったですね、はい、これで流れを変えて、はい、五分五分の流れになりまして、はい、マッチカウント1対1で迎えた第3マッチ、ここは木原と林依恵の対戦。木原選手1ゲーム目2ゲーム目はサービスレシーブともにですね優位になってですね、このまま勝つかなと思ったんですけれども、劣勢の中依恵選手が2対2に持ち込んでですね、最後は分からなかったですけれども、はい、最後やはりシックスオールからということで、木原選手は一発でスピードのあるボールではなく少しゆっくりなボールですね、回転をかけたボール、ミドル攻めというところで少し戦術を変えたというところですね、作戦勝ちだったと思います。そうですね、逆チキータも非常に取りづらい、表ソフトで逆チキータをしているので、はい、非常に取りづらいんですね。最終的にはリン・イエが追い上げたんですが、はい、これは木原がうまく第3マッチを制して、そして第4マッチ、ここは長崎美優と半員の対戦、半員がキレッキレでした、はい、1ゲーム目からしっかり足が動いていたので攻撃が早かったですね、はい、カットで粘るのではなくチャンスボールを攻撃をしてですね、長崎選手の方が少し追い込まれたような形になってしまいました。ドライブで粘っていたんですけれども、もう少し早めにスマッシュを使いながら苦しめていければチャンスはあったかと思うんですが、最後やはり長いラリーでハイン選手のバックハンド、もうここで流れがガラッとハイン選手にいましたね、はい、ゲームカウント3対0でストレートでハインの勝利、従いましてマッチカウント2対2ビクトリーマッチ、ビクトリーマッチは石川と安藤の対戦ということになりましたが、終始リードしていたのは石川でしたね、はい、ラリーでは互角だったと思います。ただサービスとレシーブのコースというところで石川選手は自分の読み通りのところに来ていたので、思い切ってプレーをすることができました。安藤選手はやはりサービスでロングサービスをもう少し多く出して大きい展開にしていきたかったですけれども、最後もう勝ち切りましたね石川選手。そうですね、はい、ということでマッチカウント3